シュ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 、俺が忍者だったら手裏剣投げてたぞ。シュシュ、わ、どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パンチパンダさんね、昔からまあ好き嫌いとか激しくて、嫌いなものを食べなかったんですよね、今まで。もうここ何十年かでですね、皆さんも嫌いなものってありますか？例えば、毛虫が嫌いとか、ゴキブリが嫌いとか、臭い匂いのおじさんが嫌いとか、そういうのあるでしょ、いろいろ嫌いなものを。でもね、やっぱりね、一回ね、受け入れてから判断しないとダメ、そういうの。一回受け入れてね、だから毛虫が嫌いな子は、まず一回毛虫を飼ってみて、あ、毛虫って意外とこういう可愛さがあるんだなっていうのをね、確かめてから、好きか嫌いかっていうのを判断しないと、やっぱ、そういうなんかもう嫌いでもう入っちゃ、ちょっともう自分の中での世界観みたいなのがやっぱり狭まってくると思うの。だからパンチパンダさんもね、意外とやっぱりね、こう見えてっていうか、まあ多分見えるだろうけど、パンチパンダさん好き嫌いが激しいので、パンチパンダさんね、食べ物の中で嫌いなものなんだろうなって思って、で思いついたのがこの子、ピーマンでござる。だからね、今日はね、パンチパンダさんはね、このピーマンを丸ごと1個食べてみたいと思います。いくぞ、イエイ。せめて炒めたかったな。一応もう飲み物はちょっとだけどあるんで、いけると思います。緊張する、緊張感が半端ないよ。いただきます。あーあこれ、おお、あ、苦みが、あ、でもね、意外と、あ、でもやっぱきついわ。これ噛んだらダメだな。このさ、中にさ、種みたいなのがいっぱいあるんだけどさ、この種はさ、食べなくていいよね。いやー、やばいな、これ。マジか。いやー、あと一口で食べ終わりたい。とりあえず、これ、もう飲み込もう。あ、噛むのか。きつい。あ、やっべえ、これはきついな。きついな。いただきます。おお、なるほどね。やばいぞ、水不足だな。とりあえずちょっとこの、種とかは外します。いや、これピーマンってまずすぎない？やばいぞ、あと水が少ししかない。ちょっと水をちょっとユーズレモン追加してきました。あと一口でもう終わらせたいんだよな。よし、これを一口でもう飲み込もう。飲み込めっかな。怖え。いきます。いや、相性悪いぞ。おお、
どうぞ。ああ、やばいか、これは。ああ、今、下の歯と唇の間にピーマンがぎっしり入ってる。なんか舌にピーマンをつけたら、もうパンチパンだったのが、やばいから。これを飲み込めば、ガガガ。やばいよ、これ。めっちゃあるよ。ガガガ、やばいぞ。ガガガガ。てか俺あんまゆすレモンも好きじゃねえんだよ。食べた。いやー、皆さんも嫌いな食べ物ありますか？皆さん嫌いな食べ物食べてみてください。パンチパンダさんはピーマン大っ嫌い。やばい、やばい、水飲みすぎた。ああ、死ぬかと思った。ああ、超まずい、超まずいよ。あう、超まずい、まずすぎる。すごいね。でもいや、あのピーマン好きな人もいるだろうからそんなに言えないんだけど、いやもう相性が合わない、もう嫌い。